おはようございます。今日も元気や、今日も元気やけど隣のドライバーさんさ、ベッドで寝りゃええのにさ、ハンドル足上げてこうやって寝てんやろな。今トイレ行って帰ってきてパッて見たら、こうやってもうカーテンも開けたまま足上げて寝てるんやけどさ、まあ昨日の夜も泊まってて、まあ僕寝るまでカーテンやれへんタイプでしょ。で、430かと思っとったんやね、足上げてるから。それが今も足上げたままやからさ、何回かさ、夜にベーッベーッもう意味やかましい、クラクションの音、足落ちるんやろ、ハンドルから。ほんでハンドルに当たるんやろ、エンジンかけっぱやからさ、まあ、これエンジンかけてなくてもなるんかな、なんかわからんけど、ベーッもうビー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 当たっとんねん、足がクラクションで当たっとんねん、なんちゅう目覚ましやほんま。いやわからん、気づいたのは夜で2回ぐらい気づいた。ベーッで、今もさっきもなんとった、ベッド入れたらええのにな、そっちの方がスッキリすると思うけどな、せっかくベッドのあるトラックやねんから、なあ寝台ついてやからな、そう思うんやけど。よし、ただいまのお時間ね、6時18分です。さあそろそろ行こっかなと思って、よっしゃ、そう、もう明日のね、日光行きがなくなったから、明日はもしかしたら広島ですね。いや分かれへんけど、違う人が行くかもしれへんけど、もしかしたら広島行きです。2日連チャンで広島行くんかな、それもちょっと分からんねんけど、もう T シャツないで、もう買えないで、よっしゃ、五郎丸船団 T シャツなかなかええで、ゴって書いてる。で、あれやで、ほらここにちゃんと、ほらここに五郎丸船団ってちゃんと書いてあって、で、あ、いついてる、ほらこんな感じ、ファッションチェック終了、ほな行こう。よっしゃ、ほな行こうぜ、横から車は来ない。あ、ここへね、フリやったんや、そうなんや、そういえば前もそう思ったよな、ええね、振りやったんや、最後に、とか思ったよな。もう、あっこで入れたよね、あっちで入れちゃいましたよね。ちゅうことで、よしけへん、最高。ちょっと雨がパラついたんやな、夜の間にな。なんか知らん間にガラスが濡れてはるわ。よし、出発いたしまーす。右アイス。右速報、よし、はい、やりまーす。さあ、こっからが長い迷信が始まるな。山回りで帰ってきたら、ほんまあれやね、こっからの迷信がむちゃくちゃ長く感じるよね。だからあんまり好きじゃないよ。山回りで帰ってくんの、なんか長く感じんねんな。まあ、実際に長いのは長いよな。北陸道、今あれなんや、トラックが燃えてて通行止めになってんねや、長浜の、なんか言うとった、と思って、北陸行く人大変やな。ああ、長浜のところやったらあれか、もう京都東で降りて161な、走っていくとかやったら、まあ抜けれるんやろうけど、割引とかどうなんやろな。右アイス、右速報、よし、はい、入りまーす、ナイス。さあ、名神です。お、いっぱいあるやないの、朝からラブリーなホテルよ、
露天風呂付きやて。温泉完備。俺全部温泉かいな。殿堂入りホテルらしいね。ホテルバニラっちゅうらしいな。すげえな、ラブリーなホテルよ。小牧のインターで、そう、よかったな。今日はそんなに混んでなかったな。オッケー、ナイス。なんかもうちょっとなかった？あれ一宮か、一宮とかにはいっぱいあったんか。小牧のとこはあれだけか。ここほんま一宮のとこすごいよな。ラブリーなホテルが集結してるよな。おー、すーごい量あるで、ほんまに選び放題やん。レソートホテル、リゾートって読むかな、あれってな。おしゃれ貴族、大使館グループらしいね。そんなグループがあんねや。 WG ウエストゲートパーク、違うかな。めちゃめちゃあるよな、一宮な。10軒以上あるでな。ここ合流合流合流。なんて読むか分かれへんわ。離れるに雑にいろ、ちょっと分からん。めちゃめちゃあるで、めちゃめちゃ、ほんまにめちゃめちゃあるで。もうなんかマンションやん、これマンションやん。てか普通のビジネスホテルみたいになってるやんな。あ、おとぼけビーバーよー。おとぼけしながら入るんよ絶対な。違うやつ。あ、まだ一宮か、長いな。まだ一宮やで。しゃー、到着。左合図、左速報、よし、はい、寄ります。無事西でございます。そう、今日はね、国を守ってくれてる方の、国を守ってくれてる方、そうやな、うん、国を守ってくれてる方のところへ納品でございます。 OK、 ナイス。すごいよな、初めて行くわ、そういう場所にね。そこに納品して本日の関東工程、終わり、終わりじゃないな、まあまあ納品完了よってなるってことやね。まあちょっととりあえずね、納品に行ってまいります。納品完了よ。後ろにズボンぶら下がってるけど、納品完了よでございます。あれやな、すごいな、やっぱりな、うん、きっちりしてあるわ、うん。でもうちと同じように荷物にチョークで個数とか書いとったわ。あ、一緒やと思ったよね。よし、納品完了よ。あれやな、中行って戦車とか見れるんかなとか思ったけど、どこ行ったか分かるな。全然中に入らずに終わりましたね、交差点。よし、はい、もう入ってすぐの倉庫で降ろしたな。ああいうところでこう備蓄品っていうか必要なものをいっぱい溜め込んでるんやな。すごいな。ひし形横断歩道したなし、はい、よっしゃ。ほなちょっと会社に電話してこの後のね予定聞こうと思います。いやー、しかしあれやな、帰りの荷物下ろし終わったら気分爽快よな。感じやで。やっぱ荷物下ろし終わったら腹が減ったっていう感じよな。明日あれやね、日光行きはなくなったんですけど、広島行きになりました。めちゃめちゃ早出ていかなあかんな。間違いなくむっちゃ早出ていかなあかんな。広島行き確定でございます。どうなんやろ、2日続けていくんかな、1日だけなんかな。もうそれなら2日続けていきたいよね、広島にね、久しぶりにね。いや、右速報、よし。ちょっとあれやな、今から積み込み行くわ。先に、そう、だからもう高速で帰りまーす。久美山南。そう、明日のね、広島行きの荷物をね、とりあえずうちの会社の近所の倉庫から、まあなんかデカロールらしいんやけど、デカロール6本積んで、でうちの会社に来る右側方、よし、はい、入りまーす。うちの会社に来る
コンテナから6本積み足して、僕はとりあえず12本で行くみたいですね。で、あとは大型荷台も行くみたいです。そう、どういう感じなんやろうなちょっと分からへんねんけど、で明日三大口ですね。三大口で広島に向かいます。久しぶりやな、広島に行く動画もしっかり撮ろうか、皆様と共に久しぶりにね、広島方面へ向かっていく動画になると思われます。お、レッドブルの車じゃなくてゾーンのあれ車が走っていったな。最近ゾーン乗ってないな。モンスターに浮気してるよな。浮気は良くないな。やっぱりちょっとゾーンに戻すか。さあ、とりあえず12本積みました。見て、真っ黒になっちゃった。じゃあ会社帰ったら石鹸で洗おう。真っ黒なっちゃったよ。12本で下いっぱいいっぱいやな。暑いわ、マジ暑いぜマジ暑いぜ。人工芝じゃなかったな。巻き物やから交差点やし人工芝かと思ったけど、なんかそんなんではなかったな。まあ帰ったらそば粉、フロントガラス虫いっぱいやから、フロントガラスだけシャーッと洗って、あとホイールとタイヤだけ洗ってね、水かけて、やろうか。暑い、マジ暑い。でも発泡だけちょっと下ろそう。発泡下ろさないとダメやな。お、そうや、中間点呼だけしとかなあかん。中間点呼せなあかんから、これをとりあえずテザリングして、はい、オッケー。パッツ、昼から積み込んだら帰りますかね。従業員番号を入力し、認証機器の従業員番号は10番です。はい、暑いな。しかし、ウォームアップ中です。吹き込んでください。2、OK、結果を送信しました。早いな、やっぱあれやな、テザリングしたらめっちゃ早いな。よし、飯食おうぜ。いただきマングース。うまい。最高。卵入れよう。えぐい、卵ぶっ飛んだ。卵ぶっ飛んだし、えぐいし、めちゃめちゃ卵ぶっ飛んだ。卵が威勢良かったな。威勢のいい卵やったら、うわ、手にもいっぱいついてるやん。ふふ。よし。飲むち。なんもないで。変なコメントしてこんといてや。飲むち、変なコメントしてこんといてや。するな。間違いなくするな。これは不利やと思ってするな。よし、食べよう。卵を味わえる。はい、お疲れ様です。ということで、ただいま大阪市内を走行しております。池田線でですね、このまま中国道、中国池田まで行けまして、で山陽道入ってね、もう広島へ向かいます。今日はそう、明日ね、広島がね8時15分って言ったかな。まあまあ着時間が早いんですよね。
なのでなんか山陽道通行止めになる可能性が高いと。そう、どこや、和気から岡山かなが通行止めらしいので、とりあえずね、もうそれ通行止め区間は抜けておかないと、ちょっとね、明日の8時弱っていうのが非常に辛くなりますので、もうね、キビぐらいまで、そうか、キビぐらいまでね、進んでいっとこうと思います。うっちゃ久しぶりにさ、山陽道で広島方面行くんやけどさ、なんならあれじゃない、新年会以来西方面行ってないんじゃないんかな。行った覚えないけどな、ないような気がするな。じゃあ岡山県に入りました。なんかめちゃめちゃ新鮮やな、備前です。響きがええな、備前ってな。右合図、右速報、よし、はい、寄ります。備前っていう響きはいいです。そう、めちゃめちゃええ町やで、備前の町がな。あ、まあいつかは大切な人と共に備前に来ようっていう感じやな。よっしゃー、ここで岡山入ったぞ。パーキングはちょっと埋まってきてんのかな、ちょっと分かれへんな、全然な。晴れの国岡山言うてな、もうあれやわ、キビもうすぐや。ちょっとキビのインターにね、インターちゃうわ、サービスエリアにね、お肉屋さんがおるから、もう今日はキビで終わろうって思ってたんやけど、でもこれキビで終わったらまだ広島明日のところまで2時間ぐらいかかるから、6時スタートせなあかんなるので、やっぱりもうちょっと行っておこうと思いますけども、どうなんやろな、車止めれんのかな、この先な。なんや、すごい入り組んでるな。わわ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 、うわ、どっから行こう。ちょっととりあえずここから通れんのかな。あ、もう一個前から行った方がいいか。うわー、キビ満タンやんか。あ、開いてるな、でもこの辺とかな、開いてない。まあまあ、キビちょっと止めへんから開いてなくてもいいやけど。肉屋さんどこでおるんやろな。あ、分からんな、分からんかったな。お肉屋さんがどこにおるか分からないですね。ちょっと、あ、お肉屋さんおった、あれや、おった、これや、お肉屋さんおった。お肉屋さんおった、一応挨拶だけしといた。お肉屋さんと喋りたかったな、喋りたかったな。でも先を急がねばならぬやな、残念ながら先を急がねばならぬ。よし、よし、行ける、よし、行こう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 、よっしゃ、よし、行け、よし、行け、満タンかんなるよ。お肉屋さん申し訳ない、先を急ぐ、とりあえず先を急ぐ、右先方、よし、はい、寄ります。いや、ほんまに大丈夫なんか、この先パーキング止めれんのかな、ちょっと不安になってきたな。トラックの量めっちゃ多いもんな。うわー、ちょっときついか。今まあ飯時やからな、飯食い終わって走り出した人も容器おるやろうけど、うわー、ちょっと次から止まっていこうかな。めちゃめちゃ不安になってきたわ。暗くなってまいりました。倉敷まで残り1キロ。うわー、久しぶりやな。ちょっとこの倉敷のこの打ちっぱなしの雰囲気とか、これ左曲がっていって左側に倉敷マスカットスタジアム入れてあったんじゃん、ちゃうかった、
うわー懐かしいな、懐かしいな。今あれやで、めちゃめちゃラブリーなホテル探したんやけどなかったわ今頃の時間からやったら大繁盛してたはずなんやけどな言うてな。うわー懐かしい、倉敷でーす。何にないもんは入れへん、このトレーラー入れへんかって、大型が入れへんかったら入れへんっす。あ、行けた、全員まっすぐ行きました。ボルボ止まってますね。ええ、おい見えるよ。入っといて。入って左やから。ああ、はい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 。入っといて。ほら、乗用車も今、前止まってたな。うわ、狭い。そこ、そこ右曲がってな、曲がりに行くやろ。はい。おお。あ、入れ、ここ開いてんねん。はい。うわー、入れにくいな。入れにくいんやったらな。はい、もう一回ゼブラ見てくとかない。あ、入れれますよ、切り返したら。あ、入れる。はい、何回か切り返してみます。ほんなら、そこ入れて、あかんかったら、この奥にゼブラ全然入れてる。ちょっと切り返してみますわ。あ、いけそう、いけそうっすね。あ、いけます、いけます。いける。だからそこ普通のちょっと弱いやんと。あー、10トン巻いてくれた。まだ入れんな。はい、入れます。あ、行けます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 。いいか、一で出てって、出てって、ほら、あー、そこ出るんかいそこ出るのかい。入れました。奥のゼブラ巻いて、巻いて。ああ、なんか、ああ、いけました。オッケー、お疲れ、お疲れ。はい、ありがとうございます。新生活応援、スタミナガーリックということで、やっぱりちょっとね、うん。これで、元気入れていこうかなと思います。バター醤油味、ガーリック。いいね、ナイス。ガーリックのイラストは味のイメージです。ガーリックのイラストってどこにあるの？あ、これか、これか、頑張れーって感じなんだ。な、そういうことやろな。うん、よし、じゃあこれを、ちょっとね、あ、もちろん、カーテンしてません。寝るまで運転席のカーテンはしません。うん、そういう派閥なんで。派閥来たかな。寝るまでカーテンは閉めない派ですっていう感じやな。うん。まああれやで、五郎ちゃんなんか寝てもカーテン閉めへんからな。どういうことやねんな。寝るときぐらいカーテン閉めたやないな。寝てる姿丸見えやん。見てほしい。もしかしたら。そういうことかもせえへんな。パンチで 寝とったらどうするんやな。うわ、すんごいガーリックって感じや。すんごい。あー、ええ匂いや。あー飛んだ、今。今飛んだ。今飛んだ。この白い粉で飛んだわ。やばい。そんなことしとったら大切な人に、キモいってって言われる。やめとこ。よし、今や。熱い。熱い。ナイス、ナイス。夜間の蓋どこ行ってん、ほんまに。どこで落としてんな。あれやな、山陽道のパーキングももう夜になったらっていうか、もう今まあ8時やねんけど、8時になったらいっぱいいっぱいやな。今日はさ、マルキング師匠が空いてるでーって言って、場所取りじゃないけど、まあ誘導してくれたんで、うん、ここに止めれたんやけど、ちゃんとね、枠ゲットしてるんですけど、いやー、山陽道も結構激しいんやな。キビ、キビちゃうわ。せや、キビや。キビもいっぱいいっぱいやったもんな。お肉屋さん泊まっとったけど。
これで明日キビ痛かったらね、ほんまちょっと6時出たら、すいません嫌な音になったね。6時出たらまあまあカツカツの厳しい状態やったからさ、ここまで来れてマジ最高って感じだね。で、今からいただく食べ物の中で、あ、まあ飲み物の中で、危ないな、よし、お飲み物はとりあえずはこのね、これにしようと思います。特濃のぶどう、これもマルキング師匠からいただいたものです。で、あともう一個あるね、あともう一個、明日の朝用のモンスター、これもマルキング師匠にいただいたものです。で、これもマルキング師匠にいただいたものです。そして冷蔵庫の中にはなんとマジで疲れた時のためのチョコレート、チョコレートもございますが、これはほんまに食べたい時に食べます。なんかガチャガチャ言ってる、何？横の人が運転席のドア開けたのか。よっしゃ、今日はあれもう頼むからハンドルの上に足上げて寝る人おらんようにしといてよ。あれクラクションの音だけは目覚めるよな、ビーってなったらうってなるもんな。あ、濃厚ナイス。よっしゃ、ちょっと待って、腹減ったからさ、道口の売店行ってさ、売店ってモテナス行ってさ、なんとこんなもの買っちゃいました。これ 20% オフ、 20% オフ。これとこれ2つで何円と思う？まあサンドウィッチって高いやん、おにぎりもまあまあやけど、サンドウィッチって高いやん、300円。珍しない？僕が300円を出してこれを買うなんて珍しいやろ。で、明日の朝飯は我慢する。朝飯は我慢して、モンスター一本で十分。その代わり、帰り品に、タツノのサービスエリアで揚げたての唐揚げ弁当か。それはもう決めてんねん。ちょっと野菜が少ないなと思って、野菜食べらんなあかんわ、思って、サンドイッチ購入しました。そんなもんで野菜取らへんわーって言われてる気がするけど、それは耳から入ってこっちの耳から抜けるんじゃなくて、耳から入って鼻から抜けてやるわ。今の思わなかったな、どっちか言ったら耳から入ってケツからプーの方が偉かったか。あんまりなんどこキモいってって言われるわ。マジでうまい、サンドウィッチマジでうまい。ああ、野菜たっぷりや、うまっ。ああ、うまっ。ああ、前に止まってた僕がバックで入れるときにちょっと、ああ、この方カバーして入れらなあかんなと思った。大型のドライバーさん出て行ったわ、ありがとうございます。絶対あれやったんやろな、430の休憩で枠つこたらずっと止まっとく人に悪いなと思って、あっこ止まっといてくれたんやろな。いい設定。うわー、すんげーガーリックのええ匂いするで、ほんまめちゃめちゃガーリックショー、あ、ガーリック、あ、バター醤油のガーリックってもう何に合わせてもうまいよな。一番うまいのはホタテやでな、ホタテが一番うまいでな、ほらこれ、うん、あのホタテさ、まあホタテがでも生が一番うまいやん、わさび醤油つけてペッて食べるのがもうもちーっとしてうまいやんか。あのあれあれあれ、バター醤油のホタテもまあまあうまいけど、まあまあどっちもどっちやな。でもバター醤油他に何ある？バター醤油で言うたら、あのお餅あるやん、お餅、や、焼いた餅さ、バター醤油につけて食べたらめっちゃうまいで。いや、バターだけでもめっちゃうまいから、マジで。
いっぱい人通ってんねん、ここ。なんかわからんけど、ここ通路なんかな。ここのトラックと僕のトラックの間の横をさ、スーって歩いていかれる人いっぱいおんねん。バター醤油はマジでうまいから。あ、うまっ！あ、うまいわー。でもあれやで、お餅バターだけで食べてもめっちゃ美味しいから一回やってみて。焼いたお餅とかさ、バターにつけて食べんねん、めっちゃ美味しいから。まあ、バター醤油ではもちろんうまいけど。あ、うまい！うまい！うまい！ここにある3リットルのこれ水やで、焼酎ちゃうで、間違うんといてな。水も節約するためにこれ家から持ってきてんね、水道水入れて。そう、間違わんといてな。そこまでケチってるからな。うん、家の水道水を2リットルやったら足らんから、これ3リットルのやつに入れてきてんね。うまっ。それじゃあ皆様、おやすみなさい。